村木正美村木正美から1922年12月8日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将、貴族院議員、男爵、高知藩豪氏、村木康次の長男として生まれる。1871年に上京し、海南市塾に入る。1878年12月、陸軍士官学校を卒業し、翌年2月、 法兵少尉任官。フランス留学、陸士教官、欧州出張などを経て、1887年11月、陸将秘書官心得として、大山岩尾大臣に仕える。陸軍省副官心得、陸軍省副官兼秘書官、法兵第一方面内法兵本省長、第五師団兵団官、陸軍省軍務局法兵課長などを歴任し、1901年2月、 陸軍少将に進級。1901年2月より、東宮部官庁となり、1906年7月に陸軍中将に昇進。1907年12月11日から1911年6月2日まで、東宮大部を兼任。1912年8月から10月まで自重部官を兼務した。同年10月に退名となり、同年12月17日。 予備役に編入された。1919年4月1日、交尾役となる。1907年9月、男爵を乗爵し家族となり、1912年12月17日から1922年12月まで、貴族院議員に在任。さらに、武田軍及び、東国の宮急務監督を務めた。ありがとうございます。